どこぐらいがいいんだろう。こんばんは。ひろくん、バラありがとう。バラ。まだお仕事中？頑張って。ファイトです。めっちゃ急に始めたんですけど、755日を書きました。始めたよって。なんかね、前髪がいい感じに伸びてきたんですよ。なんか今めっちゃいい長さかもしれない。たかひろさん、サロン免許おめでとう。嬉しい、ありがとう。嬉しい。今日は劇場に行ってきた。今日はなんだ、研究生かな。どうもどうも、とっても可愛い、嬉しい、ありがとう。何であれで見つけてくれるんやろ。インスタとかツイッターかな。なんだろう、二輪免許。ちっちっちっち。今日も安定の可愛さ、嬉しい。キャンマチで当、キャンマチで当選ではできなかった。あ、ってことは中にも入れんかったってこと。ドマイさん、久しぶりやない？あら、ありがとう。ゆうちゃん、こんばんは。帰りの電車中？嬉しい。電車の中で見てくれるんですか？なんかさ、そういえばさ、あ、ひがっちさん、バラありがとう。なんか電車とか乗るとさ、なんか東京とか電車とか乗ると、なんかワンセブンライブだったりとか、なんかそういう配信とか、なんかスポーツ観戦だったり見てる方いるじゃないですか。そう、なんかだから、なんかそういうの、そういう感じかなって思ったら、なんか嬉しい。そういう感じで私の配信を移動中にね、見てくれてるのって嬉しいな。写真は買って帰ったって。19時まで公園で終わ、なるほど。ドマさん、かわいい、トランプありがとう。かわいい、嬉しいね。でも車、あ、車じゃない、電車とかで見るときは、あ、でも待って、電車で見てるってことは、もしかしたらあれかな、無音かな、イヤホンしてる。うん、移動中嬉しいよね。うん、だってなんかさ、移動中ってさ、移動中ってさ、あれじゃん、ぼーっとしてるか、人によっては音楽を聴いてるか寝てるかとかじゃないですか。なんか、なんかその中でもね、嬉しいよね、見てくれるの。サーノの配信を電車で見るのは危険です。なんでよ、いいやん。ダメ、そんな、そんな、そんな見てダメなことはないです。危険じゃないです。そんな笑わせたりせんやん。大丈夫、笑わかしてくるからって。全然そんなつもりない、そんなつもりないの、そんなつもりないんですよ。待って、危険なの分かるって、分かんないよ、分かんないでしょ。笑わかされて声が出てしまう。ちょっと待って、それはね、違う、それは誤解です。みんなが笑ってくれてるだけ、きっと。うん、そう、サードの昼間の配信を仕事中にこそっと見てます。嬉しい、ゆうちゃん、ありがとう。じゃあ今はゆっくり見れてる？笑って書けない？漢字ってこと？バラとか漢字書いたことない。カタカナ、ひらがなしか書いたことない。今日のお昼、今日の昼間はとんかつ食べたよって。夜は辛麺食べたよって。元祖
マスモト、お、いいねいいねいいね。とんかつ、あ、待って、とんかつしので食べるって言ったっけ。数回回りから白い目で、うん、全然そんなことないです。電車の中で見ても安全なので、電車の中でもぜひね。今ゆっくり見てる、嬉しい。ある宮崎出身アイドルのぎこちない宮崎弁聞いて、さあちゃんのネイティブの宮崎弁のがいいなって思った。え、何、宮崎出身のアイドル、ぎこちない宮崎弁、誰だ。あー、いいね。どうだった、美味しかった、とんかつ。嬉しい、なんかお昼はとんかつ、夜は辛麺って満喫してくれてる。サノいつも頑張ってるよねって、嬉しい、ありがとう。何で見つけてくれたの、嬉しい。なんかビギナーさんとか初見さんがさ、もう来てくれるだけで嬉しいのに、そういうメッセージまでいただけて嬉しいです。うん、カズトさんバラありがとう。茶色いバラって珍しいね。ゆうちゃんハートありがとう。おはようグルーペーって、おはようグルーペー。閉めちゃった方がいいかな、もしかして開けてた方がいい。どうもどうも、とんかつ最高だね。わさっぴさんめっちゃ可愛い、なにこれ。 T ありがとう。美味しかった、夜の辛麺は取引先の30からにしてた。すごい、もうあれですね、30から頼めるってことはさ、あれだね、もう通な方、なんかよく通ってる方なのかな。すごい、30からは絶対辛い、30から辛いそう。真っ赤やない30からって。うん、今日の朝715でツイートした。あ、嬉しい、ありがとう。おはようってこと、だからいつもサラの応援してるんだって、嬉しい、ありがとう。これから晩ご飯で豚汁食べます。豚汁いいですね、今の季節にぴったり。10から1から上がったね。9やったよね、この間食べたって言ったの。10どう、10辛いかな。10って私が食べたことある最高7なので、3上。すごい辛そう、めちゃ辛そう、うん、めちゃ辛そう。でも10辛いいな、なんか憧れる。うん、7から食べれたのって、うん、1年半以上前ね、普通に食べてた時。そう、今日の晩ご飯カツ丼、いいね、カツ丼今食べてる、美味しい、いいな、カツ丼美味しそう。だんだん辛さを感じる、やっぱ感じるんやん。9とは全然違うかな。宮本浩一さんバラありがとう。皆さんもぜひチャレンジからバラください。山梨エイトさんこんばんは、初見ですって、嬉しい。宮崎県代表のエミソラノです。いいな、カツ丼。私は3から以上挑戦する気はないです。え、そんな辛かった、そんな辛い。でも3から美味しいもんね。うん、じゃあ3からでさ、次は麺変えてみるとかどう。まあでもあのあれが一番有名なんですけどね、こんにゃく麺がね。
今日の晩ご飯は餃子と豆腐のお味噌汁とご飯と野菜炒め食べました。あ、最高。餃子いいね。うん。個人的な感想やけど違う気がするって。あ、9と10で変わるってこと？え、元祖食べたって言ったよね。元祖の牛からってどんなんやろ。え、じゃあ次さ、トマト食べてほしい。待って、トマト嫌いかな。好きだったら食べてみてほしい。え、トマトカラメルのチーズトッピング本気で美味しい。汗だくで食べた。確かに何から食べても多分汗かく。こんにゃく麺食べてみたかったのよって。やっぱこんにゃく麺目当てに来るんか。そっか、そうよね。こんにゃく麺で有名やもんね、カラメルといえば。確かに辛いラーメンは食べるときはいつも何ハンカチ、ハンカチやない、ハンカチ必須。ヤス1983さん、トランプありがとう。私は次トマト食べたい。トマト食べてほしい、絶対好きよ。うん、サノは辛いラーメン食べれますか。辛麺は好きですね、普通に。うん、トマト好きだから食べてみます。ぜひあのチーズトッピングしてくださいね、トマト辛麺。うん、祭りが、祭り、祭りが増本食べてたね。祭り、祭りとは。マコピーさん、バラありがとう。今度食べ、辛いの食べに行こう。ぜひぜひ行ってください。あ、そういうこと。そういうことね。松田里奈さんね。なるほどなるほど。昨日の晩ご飯だけど、リンガーハットでちゃんぽんと餃子に柚子胡椒、めちゃツー。柚子胡椒をかけるのはツーやね。柚子胡椒ってさ、九州よね。嬉しい。なんかコンスラさん、バラありがとう。タンタンタン。サウナのポスターは九州地方で見られるらしいねって。ベルシアコラボなるやつ、あ、見た。そう、あのウェルシアさんとのコラボ、ん、タイアップみたいなのがあって、そうが始まるんですけど、そう、私は九州地方のウェルシアに、そう、あのポスターでね載ってると思うので、ぜひ遊びに行ってみてください。遊びに行ってみてください、買い物に行ってみてください。見に行って。今日の夜ご飯は季節外れの冷や汁？ラブ、嬉しい。ポスター欲しいって。確かになんかポスターとかあったらいいね。ヤス1983さん、え、なにこれかわいい、うさぎさんありがとう。あ、中国、四国、九州、そうだったかも。ぜひ。ぜひ見に行ってみてください。ウェルシアさん、ウェルシアさんあんまないよね。福岡とかにあるんかな。ウェルシアさんって何、薬局なんだろうかな。あ、松木雄みたいな感じ。なるほど。いや、薬局か、薬局か。ドラッグストア、なるほど、ドラッグストアらしいです。じゃあ行きやすいですね、皆さん、あのなんかお買い物ある際にはぜひ。
ドラッグストアなら何でも売ってますね、大体。ぜひぜひ見に行ってみてくださいね。宮崎に美味しいラーメン屋ありますか？めっちゃあるよ。めっちゃあるよ。めっちゃある。辛麺が一番でも今有名というか、そうですね。波に乗ってるというか、ソウルフードですね。ポスター作ってどこかで配布するか、嬉しい。配布して。そう、ドラッグストアって一番のなんかさ、シャンプーとかリンスとかもそういうのもなんか売ってるし、メイク道具も売ってるし、食品だってあるしさ、ね、マスクとかなんかそういうさ、何、薬系とかもいっぱい売ってるやん。めっちゃ万能。ポスター見に九州まで。それはね、きついね。辛麺は増本なら関東でもあるよって。そう、なんかちょっとずつ、そう、関東の方にもなんか進出してるみたいで、めっちゃ嬉しい。そう、宮崎県民としてもめちゃくちゃ嬉しいですね。だってさ、なんかチキン南蛮とかなら、まあもう全国に知れ渡ってるじゃないですかね。で、なんか福岡のさ、一蘭とかもさ、なんか原宿にあったりとか、いろんなとこあったりするやん。でもさ、ね、自分の県のものがやっぱりいろんなとこに行くとめっちゃ嬉しいし、その都道府県に行って、違う都道府県に行って知ってるお店、自分の都道府県にあるお店があったりするとさ、やっぱなんか親近感湧くし、嬉しいってなるよね。そう、だから、そうですね、東北まで渡ってほしいですね、辛麺。小倉のチキン南蛮は宮崎行かんと食べれないので。そうなんよ。そう、いろんな地方にもさ、いろんな地方に、そう、なんか、郷土料理行ってもさ、なんかやっぱ味は違いますよね。チキン南蛮は特に宮崎県が一番美味しいし、やっぱり。一蘭は仙台にもできちゃったって、すごっ。一蘭すごいね。一蘭美味しいがね。本場のチキン南蛮食べてみたいって、もう食べるしかないですね、それは。チキン南蛮本気で、なんかお弁当とかに入ってるのも不正解やし、どこの食べてもきっと不正解なので、県で食べるのが大事です。そう、やっぱ本場の味ってあるよね。こんばんは。サノチェンヤッホーってヤッホー、嬉しい。宮崎の駅にサノちゃんのポスター貼ろうか、ぜひ。ぜひ。小倉が定休日だったのはショックだったわ。ね、びっくりした。びっくりした、それ聞いて。そんなことあると思って。タイミング悪いね。小倉ハンバーグ食べるとこ？食べるところと宮崎県民に聞いたって。あ、ハンバーグね。ハンバーグも美味しいよ。一蘭ラーメン食べに行ったことないんだけど、サラノンは一蘭のラーメン食べたことありますか？ある。福岡で食べた、それこそ。トカチンさん、ティーありがとう。今日初めて金柑たまたま買ってみた、美味しいがね。
たまたまは普通の金柑と全然違う。うん、リボンさん、バラありがとう。地産地消が一番美味しく食べれる。そう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 、地産地消大事。チェーン店でも地方によって味が少し違うみたいって。やっぱ違うんやね。えでもそうだよね、だって水が違えばさ味も変わるじゃないですか。確かに水だったり、あ、でもお醤油とかは合わせるんかな。でも間違いなく水違いますよね、何料理するにも。エクセレントの方が買おうと思ったけど高かったので普通のにしました。全然いいと思う。もうたまたまってだけ美味しいよ。美味しいよね、たまたま。金柑たまたまもね、今時期なのでとても最近、そう最近あの美味しい時期に入ったので、そうたまたまもみんな食べてね。宮崎って本当にさすごいと思う。だって家畜なんていう、そうあの鶏豚牛もめちゃくちゃ美味しくて有名、ブランドも全部あるし、果物だって有名だし、美味しいものいっぱいあるんです。うん、カズトさん、タコさんありがとう。畜産畜産ありがとう家畜とか言ってそうそう農産物、そうそう畜産、そうめちゃくちゃ有名なのでね。そうお野菜もそうキュウリとピーマン特に有名だし。ごくようさん、バラありがとう。今日ラーメン屋行ったけど写真なくてどんなんかわからんかった。わかる、なんかさ飲食店ってさなんか写真欲しいよね。なんかどういう料理か想像できんときないね。欲しい。うん、わかる。なんかプレートとかもさなんか文字だけで書いてあってさ写真ないときあるやん宮崎の人はほがらかで温かい、嬉しい。そうめっちゃ温かいんですよ、優しくて。うん、コンネで辛麺食べれたらなって。コンネ辛麺はないんだ。何があるって言ったっけ、チキン南蛮、冷や汁うん、そう意外と何でも有名なんですよね。お茶もそう有名つけ麺頼んだら辛いつけ麺出てきたってなんかちょっとショック。うん、お疲れ様ゴー早く宮崎のアンテナショップ行きたいって言ってください。今度ね行ってきて、私も今年行きたい。うん、そうみんなせっかくさそう言ってくれてるので私も行ってみたいです。原宿じゃなくて新宿。うん、今度仕事帰りによく寄ってます。嬉しすぎる、ありがとう。ウェルシアのイベントサロンは当然九州だね。そう九州のポスターに載っているみたいです。なんだろう、宣材写真かな、あれは。わかんない。
広島のつけ麺が辛いって知らんくって泣きながら食べた思い出。え、広島はつけ麺が有名なんですか。わさびさんはどこに行っても泣かされるんですね。じゃあ食べ物に。うん。1年に1回は宮崎行ってますって。1年に1回嬉しい。なんで？親戚が住んじゃうとか？嬉しい。1年に1回の楽しみにしてくれてありがとう。今年中に絶対宮崎に行く。嬉しい。ぜひ。そうね、今年まだ始まったばっかりやもんね。そう、いいよ。いい目標。あ、渋谷に行く用事があるん。じゃあ新宿へぜひ。スポーツチームのキャンプと旅で。ってことは今月かな。だって野球もサッカーも全部今月だよね。生きてるうちに宮崎に行きます。絶対に来てね。宮崎といえば WBC の選手が強化合宿に来るのですごいことになってるので。そう、あの17日からそう10日間ぐらいありますね。そらちゃん TikTok 何 TikTok 何。あ、もう行ったんやん。今年はもう行ったと。あ、じゃあもう帰っちゃった。早いね。そう、今長友選手とか来てますよ、ブラボーの。うん、今度福岡に帰省した時宮崎に行けたらいいな。ぜひゆうちゃん来てサッカー見に行こうかな。今うん、次は夏かなって。え、夏いいと思う。夏来て。うん、めっちゃ暑いけど夏来て。うん、そうなんですよ。大谷翔平選手はそう、海外で投げるそう予定があるみたいで、合宿には参加できんくてね。そう、宮崎に来ないんですけど、ダルビッシュ選手とかはそう初日から参加するみたいなので見れるチャンスですよ。うん、今週末も今年行って何か買って帰ろうって。美味しいもの食べてね。ポスター見れないから写真撮ることができたらツイッターで見せてください、ぜひ。でもね、ごめんなさい、私もまだ見てないです。うん、どうなのか分かんない。7月に行こうかな。いいね、7月めっちゃちょうど良き。うん、何、宮崎に行くならソラノがいない時を見計らって。なんでよ。確かにポスター見てみたいね。ポスターどんなんだろう。でもみんなで乗ってるんやと思う。うん、明日宮崎県庁で県知事さんと少し話すんやけど、すごっ、ちょっと緊張。え、いや、待って、ちょっとじゃないすら、めっちゃ緊張。すごいね、そんなお仕事いいの。すごいかっこいいよ。次はどこかでお茶しましょうって。お茶したいね、本当に。こんばんは。嬉しい、そうやって言ってくれて。もし万が一会ってしまったらソラノンが辞めるリスクは取れない？どういうこと？どういうこと？なんでよ。なんでそうなっちゃうの？
沢野の誕生日の日に宮崎行こうかな。7月15日今年は何曜日やろうね。宮崎のおしゃれなカフェどこ。カフェいっぱいありますよ。うん、こんばんは。土曜日、あ、土曜日か。え、金曜日やったっけ去年の誕生日。ちょうど3連休。あ、そう、なんかさ海の日かなんかといつも被るんですよね。そう、私の誕生日海の日はないじゃん。違う、見かけたら全力で逃げる主義。なんでよ、なんで逃げんのよ、なんで逃げんの、なんで逃げんくていいやん。宮崎に行ってもそののちゃんに会えないねって。奇跡的に遭遇できたらすごいよねって。確かに確かに。お疲れ様ご。気まずいよねってなんでよ。なんで。プライベートでメンバー見かけたら逃げるわ。めっちゃ面白い。逆にみんな逃げるんですね。なんか AKB のファンの方かわいいね。プライベートを邪魔したくない。すごいなんかかっこいいこと言うね。なんかでもかっこいい、かっこいいし、なんか偉い。全然逃げる。みんな逃げるんよ。声はかける。なるほど。まあもし遭遇しても緊張して逃げます。みんな逃げるんですね。みんな逃げるんですね。芸能の仕事をするってそういうことでしょ。お金を払っている時だけ会うよ。すごいかっこいいね。なんかかっこいい。みんなみんなかっこいい。私はどうもどうもって言っちゃうと思うって。めっちゃ面白い。電車で遭遇すると逃げられなくて緊張したことある。確かに電車は逃げられん。あ、メンバーから声をかけてきた場合は除く。なるほど。もし空のを見かけたら遠くから見て声はかけません。もうなんかみんなかっこいいし偉いね。かっこいい。あ、推しが目の前に行ったら緊張する。そうだよね。すれそうだ。それはそうだ。自分恥ずかしいからショールームしかできないって。全然嬉しい。ありがとう。すごい、なんかちゃんとマナーを守ってね、応援してくださるのすごい嬉しい。こんばんは。じゃあ街で会ったらサラノンが声かけてください。めっちゃ面白すぎる。そんなことある。そんなことある。そりゃ推しに何声かけた、何、迷惑かけたくないかな。なんだろう、プライベートはプライベートだし、確かにプライベートは大事ですよね。単純に女性に声をかけるのが苦手。なるほど。もはやキャッチじゃん。あ、キャッチさんね。SKE メンバーと、あ、帰りの飛行機一緒。なるほど。総選挙ね。確かに総選挙なんか一緒になりそうね。
緊張しそう。うんうんうん。でもなんかさ、いろんななんか問題とか見てるとさ、すごいさ、AKB のファンの方ってすごいマナーいいよね。なんかすごいメンバー思いの方が多いというか、うん、なんかすごい優しくて、なんか温かくて、うん、素敵な方がいっぱいだなって思う。うん。会う人間が全員いいとは限らないし、リスクを減らしてください、マジでってね。トカチンさん、ハートありがとう。リアルお話し会では何を話そうかわからない、初めて生で話すか、リアルね、確かに楽しみ。うん、推しのプライベートは侵害したくない、やっぱ AKB のファンの方すごい優しいわ。トカチンさん、ハートありがとう。うん、ねえ、本当に素敵な方が多くて救われてますよ、みんな。うん、カズトさん、拍手ありがとう。リアルお話会外れでしたって、やっぱ外れた方もいるんやね。次だよ、次会おうね。リアル話し会の枚数2枚だから配分が難しいなって。あー、来るタイミングってことかな。確かに。12日のお話し会のネタ考えてるけど面白いこと思いつかない。全然もうなんかいつもの感じでいいよ。うん、もうね、話せるだけで嬉しいよ。そう、いけちゃん、バラありがとう。うん、うん、たたん、プライベートでサロンを見かけたら7号あたりに丸々にいた程度にするって。7号号に書いちゃうそれDM とかがいいんじゃない。うん、ゆうちゃん、ハートありがとう。7号部はダメですね、オープンなので。仕事の関係で、うん、メンバーのご家族と会ったことありますって。へー、すごい、仕事の関係で、すごいね。すごい、そんな機会あるんや。ちょっと胸にしまっとけばいいって、怖がらせる心配もあるのでね。すごいファンの鏡ですね。そうね、なんかプライベートのこととかさ、なんかそういうことはなんかあれだね、755とかなんかツイッターとかそういう場に書くのはなんか良くないと思う。うん、そう。トゥトゥトゥ、
サーノのない話し会楽しいので12日楽しみです。嬉しい、ありがとう。そう、本当にドマさんの言う通り、プライベートはね、お仕事の時ならもちろんいいけどね、どこにいたでしょうみたいな、プライベートはダメですよ。大型は撮らへんのって、大型ね、めちゃくちゃ撮りたい自分がいる。うん、でもまだないですね。そう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 、まちさんの言う通り、行動範囲とかね、そうよ、生活スタイル、そうバレたりするのは確かに得ないですよ皆さん。うん、だってさ、なんか自分のことをさ、そうやって書かれても嫌じゃん、それと一緒。そう、みんな、そう、芸能人の方だってみんなプライベートが一人一人にあるわけで、そう、全部がオープンなわけないし、もちろんオンオフだったらと思うからね。そう、みんな人だからね。そう、同じ人間なので、うん、プライベートはプライベートですよ、みんな。そう、プライバシー、そう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 。リアルお話し会1枚しか当たんなかった、一瞬かも。楽しみ。うん、ね、宮崎イベントしたいよね、本当に。わかる。京都か奈良でオンラインお話しかやってもいいですか。もちろん、いつも楽しみにしてる。さんまさんプライベート優しいらしいよって。さんまさんはね、すごいよね。さんまさんすごいよね。確かに、なんかインスタとかでたまに見かける。そう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 、心に留めてくれるのが一番いいですよね。そう、それはさ、心に留めるっていうのはさ、あれじゃん、もうなんかその人にとっての幸せというかさ、思い出になるじゃん。書かなければいいんですよ。宮崎でお話し会しましょう。いいね、そういうイベントがあったらいいね。リアルお話し会、リアル怒られ会にならないことを願いますなりませんように。うん、そう、そう、これバラ集めって、そう、イベント中なんですよ。そう、詳しくはね、お知らせの方に書いてあると思います。うん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。うん、あ、待って急に話変わりますが、まだ船舶免許取る気になりませんか待って、逆にさ、しまちゃんはさ、船舶免許お持ちですか船舶免許と、あの、あれ、私バイク迷ってバイクにしたので、というよりはね、でもバイクの方が気持ち強かった。うん、船舶免許はね、今のとこ取る予定ないですね。うん、小型船舶に給取りたい。待って、船舶免許ってさ、更新ある？モモンガ二郎さん、小判ありがとう。船舶免許ってどんな操縦で、ん？船操縦できるの？ああ、ね、免許によって違うかな。小型、あとなんか1級2級とかで違うじゃない。
今年か来年取りに行きます。すごい、取ったの教えて。水上バイク免許めっちゃいいね。でもさ、水上バイクの免許、待って、免許はあるに越したことはないんですけど、それにしても水上バイク乗ることあるね。更新あるんや。どれでもある、もしかして更新あるのな。まあそれ全部あるか。バイクは乗ってるんですか。暖かくなったら乗りたいです。暖かくなる日待ってます。船舶、ジェットスキー。ジェットスキーって何やっけ。ジェットスキー、あ、上がっていくやつ。違う、撮ったけど乗ることなかった。いや、そういうの嫌だよね。でもなんかあるだけで免許ってルンルンせんね。小型船舶4級持っちゃったらマリンスポーツ楽しめる。4級、待って、何級からあるんそれ。船舶免許5年で更新です。詳しい。何級でもそれ。ボートレースの船に乗りたい。ああ、なるほど。あ、いい、ハブンさんかな。バラありがとう。ボートレースのペアボートなら何回も乗ったことある。ペアボートって何？二人乗り？ジェットスキーはずっとスキー、ずっとスキーの名前。おっと何級でも5年ですね。あ、5年なんや。長いね。バイクって後ろに誰か乗せてもいいの？1年乗らんとダメ。1年バイク、そう、1年バイクの、バイクの免許取って1年間乗らんとダメ。スノボしたいなって思ったことありますが、スノボめっちゃ憧れるけどさ、スノボってさ、スキーできんとできんちゃうか。浩平さん、バラありがとう。スノボね、かっこいいよね。スノボースケボーめっちゃかっこよくない？あ、それこそね、なんか昨日テレビで、ね、スケボーやってるなんか動画流れてたんですよ。そう、流れちゃってパパに、あの、スケボーやってみたいって言ったんですね。骨折、絶対骨折するからって言われました。そう、別に本当にやってみようとは思ってないですよ、もちろん。けどなんかやってみたいって思った時に、そう、口に出したら絶対に骨折するって言われた。スキューバーダイビングね、めっちゃ考えたことある。それは、潜ってみたよね。船舶免許1級持っちゃったら海外に行きます。1級絶対難しい。船舶免許1級ってさ、フェリーとか操縦する方も1級？待って、スケボー絶対怪我するって自分でも思う。だってさ、手すりみたいなのの上をさ取ったりするんよ。めっちゃ怖くない？めっちゃ怖いけど、なんかかっこいいよね、できたらね。めちゃくちゃあざだらけになってる自信ある。え、待って、挑戦したい気持ちがあるなら一度体験してみた。ごめん、あの、あざだらけになって帰ってくることになるかもしれない。心配させちゃう、みんなを。海外行く場合は機関の免許を持っている人を乗せないとダメですね。どういうこと？すごい詳しい。冒頭から飛び込んでみたい。怖い。スカイダイビング？まあめっちゃしてみたい。それは本気でやりたい。でもさ、どこでできるんですか？バイクって危険なイメージあるから気をつけて。めっちゃ危険だよね、確かに。海外行きたいさっていいね。ハワイとか？
あざだらけになっちゃいそう。スケボー、いやちょっとやるぐらいならなんか楽しそうだけど、エンジニアを乗せないと海外には行けません。ルールがいろいろあるんやね。あ、じゃあ船舶免許1級持ってるだけじゃダメってこと？あ、待って、もしかしてさ、船舶にも大型、いや、あるよね、大型船舶みたいな。ゴールデンウィーク海外行きたいけど高いとねって。ゴールデンウィークは高そうよ。なんでもない時期が絶対安い。何月が安いんやろね。9月とか、6月とか安そうじゃない。確かに海外行くならめちゃくちゃ休まんといかんね。最低でも1週間。大型は、航海士かっこいいね。機関士で免許が分かれます。おー、分かんない。なんちゃら級とかじゃダメなんですね。じゃあ私は航海士です。なんかっこよすぎるやろ、かっこよすぎるやろかっこよすぎる。それは機関士って何。じゃあ何、航海士は何、どこまで行けるんですか。あ、わかった、何百海里とかあるじゃん、なんかどこまで行けるか決まってるみたいな。一等航海士、むずいね。まあいっぱい種類があるんですね。すごい。スポート持ってる。海外行ったことないからもちろん。そう、どこでも行けます。航海士かっこいい。じゃあ機関士は、機関士は、あ、じゃあ船持ってるってこと。船も持ってる、こんばんは。スキーもスノボも安全な転び方だけしっかり覚えたらなんとかなると思う。ああ、なるほど。スキーとスノボね。確かに、いやスノボなんかでもめっちゃ怖いイメージあるけどな。航海士は、何、操縦席じゃないな、なんだ、操なんちゃら室にいる人。機関士はエンジン室にいる人。あ、機関士はエンジンの出力に制限がある。航海士はトン数に制限がある。すごいな、教科書読んでるみたい。すごいね、みんな詳しい。ナンさん T ありがとう。あと5分ありがとう。じゃああと3分になったらランキング読むわ。操舵室、操舵室っての操縦ができるんかな。すごいね、みんなめっちゃ詳しくない。航海士は運転士、おお。機関士は整備士みたいなもの。あ、めっちゃわかりやすい。なるほど。あ、じゃあ航海士が操縦できるんですね、船を。で、航海士はどこにでも行けちゃうんですよね。トン数に制限があって、重さに制限があるけどどこでも行けちゃうってこと。操舵室は私がお話し会する場所ですねって確かにいつもかっこいい。すごいかっこいいじゃん。
ゆあはくすさん、だるまさん、ありがとう。ねえ、みんななんか、みんなってさ、本当に何でも詳しいよね。まずはそのちゃん、車の大型撮りまして、次は車の大型ですか。大型、いや待って、車の大型の前に、私車の大型もし撮るなら中型が必要ですよ。準中、中型。あ、そう、あとオートマなので、あの限定解除しないといけない。いろいろ必要ないよ。モモンガ二郎さん、だるまさん、ありがとう。そう、あの限定解除から始まらない、やんないといけなくなっちゃう。バスでも運転するのか、バス運転するのは二種免許も必要になっちゃう。明日、明後日は強化じゃんけんに出張、大分だ。いいね、大分。大変だ。ダダダンダンダン。サノンが大型取ったらファンをバスに乗せて宮崎ツアーを。できる。待って、そんなこと言ってるけど、私大型免許なんで取るって言ってないですからね。取ってみたいって思ったことはあるけど、でもさ、大型こそ運転する機会ないので。サーノンバス、サーノンバス運転の宮崎観光とかあったら楽しそう。間違いなく楽しい、それは。中型とか大型取ったら6系バスサイズ運転だね。確かにできるね。営業のバスではなかったから大型1級で運転。え、待って、すごなかったらではなかったから、んではなかではなかったから、違う違う違う、待って、お、待って、大型バスではなかったら大型一周運転できます。すごっ。バスツアーあると楽しそうね。バスツアーとか楽しそうね。あのバスガイド、バスガイドやりたい。バスガイド役がいい。営業運転なのにしよう。あ、営業目的じゃなかったら一周でいいって、一周っていうか普通でいいってこと。あー、なるほどね。でもバスツアーとかになったら営業になるんやない。え、待って、無茶ぶりのバスガイドやりそうで怖いですって。そんなことしません。1時間経過、ありがとう。じゃあそろそろ読むね。サノンの運転でバスツアー楽しみだなって。期待戦でね。ないので。しかも無料、やばい。サノちゃん観光大使とかやってほしいね。そう、観光大使やりたいんよ。そう、それはもうずっと夢です。よし、ランキングも、大型特殊免許も日誌もあるらしい。あるね、確かに。よし、ランキング読むね。13位はマコピーさん、12位はフイさん、11位は宮崎のおじちゃん、あとマークカレーのおじちゃん、10位はリボンさん、9位はコウヘイさん、8位はコウトキさん、8位は、あ、待って、10位はリボンさん、9位はコウヘイさん、8位はコウトキさん、7位はアカさん、6位はショートさん。コウト変わってないね。5位はナートマーク、サンの姫かわいい。4位はワサップさん、3位はカズトさん、2位は
ドーマンさん、1は8983さんでした。皆さんありがとうございます。はい、今日も楽しかったよ。みんなありがとう。というわけでね、皆さん今日も夜に見てくださってありがとうございました。楽しかったです。さあ、あの宮崎の献血推進ガールやってください。ああ、いいね。パーいきますよ。せーの、空のじゃんけんじゃんけんブン。グーです。皆さんありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバーイ。ありがとう。おやすみなさーい。